秋田市川辺市民サービスセンターは、秋田県秋田市川辺和田にある、秋田市役所の支所機能を包括する複合公共施設。愛称は川辺リア。略称は川辺 SC。川辺町と秋田市との合併以来、従前の町役場は川辺市民センターとして存知されてきたが、秋田市の市民サービスセンター設置構想により、2011年5月16日に、 川辺市民サービスセンターに移行した。同日には、優和地区の優和市民センターも、同様に、優和市民サービスセンターへと移行しているほか、市北部の秋田市土崎港では、北部市民サービスセンターが新設されている。この市民サービスセンターは、秋田市の都市内地域文献構想に基づき、市役所の支所、公民館、コミュニティセンター、体育館、 子育て支援等の機能を複合化し、市内7カ所への設置を進めているものである。なお、川辺市民センター時代の2007年に、旧議場を改装して、地域活動センターが整備されているほか、市民サービスセンター以降後の2011年7月4日に、子育て交流広場が新たに設置されている。川辺町時代からある、岩見三内連絡所は、 町役場の出先機関としての位置づけであったが、秋田市に編入されてからは、秋田市川辺市民センターの出先を経て、現在は、当サービスセンター配下の出先機関として、変遷している。ありがとうございます。